あ、クーリス。おお、さっきの。んだ、しょうがねえな。テレアさんか。よろしくね、ジュリー・フライシャーよ。遅い、さっさと集まれ。了解しました。バックアップは任せろ。行くぜ。用意はいいか。訓練を始める。扉の前に立て。よし、シミュレーションを開始する。戦闘ではまずライフに注意しろ。ライフが減ったら回復に努めるのだ。あのオレンジ色のやつはなんだ？あれはサーマルエナジー。敵を倒すと回収できる。サーマルエナジーを拾うとライフが即座に回復する。サーマルエナジーの回収は決して怠るな。よし、次だ。また出てきたな。複数の敵と同時に戦うこともある。敵の弾をかわす動きを取りながら戦え。確実に一体ずつ倒していくのだ。よし、いいぞ、先に進め。スイッチを起動すれば扉が開く。部屋にいる敵を全滅させろ。サーマルエナジーは回収しているか。サーマルエナジーにはライフの回復以外にエクスサーマルを高める役割がある。エクスサーマル？貴様らに秘められたパワーのことだ。そのパワーが頂点に達したとき、エクスサーマルブラストを放つことができる。いわば必殺技が出せるということだ。敵の増援だ。油断はするな。エクスサーマルブラストを使ってみろ。ぶつかれ！すっげえ！これがエクスサーマルブラスト。やべえ！敵の全滅を確認。少しはやるようだな。訓練は終了だ。速やかに帰還せよ。
施設外での実戦訓練を開始する。おお、ついに始まったな。今回の訓練は2人1組でチームを組んでもらう。チーム？過酷な戦場を生き抜くにはそれぞれの欠点を補う仲間が必要だ。今後は訓練に限らず多くの作戦はチームを組んで行動することになるだろう。ほーん、ま、誰と組んだって変わんないけどな。まったく貴様は。おい、ルワン隊員、この新入りと組め。自分がですか？貴様は幾分おとなしすぎる。先輩らしくこの新入りに厳しさを叩き込んでやれ。そんな。
よろしくな先輩くん。目指せチーム一番星。うう、波乱だ。波乱の予感がするぞ。頑張ろう。行くぜ。これより模擬戦を行う。内容は陣取り戦。敵陣に侵入し規定数のフラッグを立てれば終了だ。了解しました。ウォルター教官、あの赤いのがフラッグか。そう、あれを一つずつ立てるんだ。了解、行くぞ先輩くん。よし、フラッグを立てたぜ。 OK だ、次に進め。この先にも敵がいるからね。敵へ確認、クリジョメルであります。ヤマトだ、強敵だよ。おら、気合いギラギラだぜ。手ごわいであります。よし、追いかける。ちょっと待ってよ、ブレー。再度、敵の侵入を確認。フラッグを死守するであります。
チームの勝ちだ。一番ボスだ。まいったであります。イエーイ、ギンギラ一番ボス。あまり調子に乗らない方が。訓練は終了だ。速やかに帰還せよ。ご苦労様。よし、見たか、俺の大活躍。華麗な腕さばき、見事なチームプレーな。はいはい、お前は優秀だよ。やかましいな、何の騒ぎだ。あ、クーリス、ごめん、うるさかった。よっ、クーリスじゃんか。下品な叫び声の主はお前か。俺の初訓練大成功を祝ってたところさ。なあ先輩くん。まあ初めてにしては上出来だったよ。ふん、訓練はあくまで訓練でしかない。はしゃぐのは実戦で成果を上げてからにしろ。それまでは黙々と励むことだ。相変わらずストイック。ふふん、やきもち屋さんめ。